砥部町大南の酒村新民記念館で酒村新民詩集の扉書き展が開かれています。会場には酒村新民が詩集に対する思いと言葉が込められた扉書きの実物作品などおよそ72点が並んでいます。こんにちは、酒村新民詩集の扉書き展のご案内をします。酒村新民は詩集や随筆集を出版するとその本への思いを込めた言葉を扉書きとして全国の読者の方に送っていました。扉書きというのはこのようにですね、こう表紙の裏にこういうふうにこう書く、いわゆる言葉のサインなんですね。今回の企画展はその扉書きの言葉がどのようにして生まれたのか、どんな思いを込めて書いているのかといったところに焦点を当てて、その言葉が出てくる新民詩の詩木作品を展示しています。97歳で亡くなるまでほとんど毎日この扉書きを書くことを日課としていた新民のその本に込めた思いを皆さんに知ってもらいたいと思い、今回の展示を企画しました。ぜひ皆さん、砥部町の酒村新民記念館においでください。会期は10月14日日曜日までです。朝9時から夕方5時まで開館しています。毎週月曜日は休館日です。入場料は一般の方が400円、高齢者と高校大学生が300円、小中学生が200円です。どうぞよろしくお願いいたします。酒村新民の言葉一つ一つにぬくもりを感じることができる作品が並んでいます。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。